皆さんこんばんはです。では本日も、ゲーム実況の方をしていきたいと思います。今回からプレイするのは、任天堂スイッチさんの、ゲームになります。もうあれですね、題名に出てますが、なんとファミコン探偵クラブをやります。これは任天堂スイッチに去年リメイクされて発売したやつですね。そちらを、手に入れましたんでね、こちらを、今回、実況をしていきたいと思います。はい、こんばんはです。まあ実況って言ってもフルボイスらしいんで、私はただ眺めてるだけですよね。あ、今ツイッターでつぶやきますんでね、ちょっとお待ちください。ゲーム始めますってね、今つぶやきますんでちょっとお待ちください。すごいちょっとマニアックなソフトを持ってきました。そうです。で、なんだっけ、多分ほとんどダウンロード版で販売してるんですけど、今回は限定版、限定版を手に入れました。限定版だからソフトですね。ソフトで、プレイするタイプの限定版、要はなんだっけ、ダウンロード版じゃないのを、購入しましたんでね、こちらをやっていきたいと思います。一応起動テストしたらなんだっけ、バージョンアップとか特になかったんでね、このままプレイできると思いますんで、このままプレイしていきたいと思います。実はね、ファミコン探偵クラブってやったことないんですよ。あ、持ってるんですよ、実は。ディスクシステムで持ってるんだけど、やったことないんですよ。多分ね、やろうと思って、いつの間にかやんなくなっちゃったパターンなんで、せっかくだから、なんだっけ、いや、パッケージ版は限定ですね。限定、初回限定版ですね。で、せっかくだからリメイク版だとなんだっけフルボイスらしいんで、フルボイスだとね、みんなも楽しめると思うんで、フルボイスのリメイク版をやろうと思いました。豪華な声優さんです。確かね、公式ホームページ見たら主人公が尾形さん、シンジ君ですね。尾形めぐみさん、シンジ君ね。でヒロインがなんと皆口さん、やわらちゃんとかドラゴンボールだとビーデルさんとかパンちゃん、すごいね。あ、で他にもなんかメインキャラクターとしては杉田智和さんとか、だからなんか声優さんがね、すごいね、声優さんがなんかもう超ベテランばっか出てますね。超ベテランばっか、だから多分普通に見てるだけで多分面白いと思う。そういう作品になってます。では始めるのは消えた後継者からかな。消えた後継者が一応パート1らしいんで、じゃあ消えた後継者から始めていきたいと思います。はい、こんばんはです。なるべくキャラクターが喋ってる時はいつも通り黙ってますんでね、ご了承ください。では始めていきたい。あ、そうだ。で一つご注意点、嵐防止のためにコメントできるのはチャンネル登録して1日経った方になってます。1日。だよし、もよかったら、もしよかったらこれ見ていただいて、次回コメントしたいなと思った方、よかったらチャンネル登録お願いします。なんでかっていうと、過去の生放送見てもらったら分かるんですけど、下ネタを連呼する人が来ちゃったんで、こんな弱小チャンネルでも嵐が来るって分かってしまったんで、申し訳ないが、嵐防止のためにコメントできるのはチャンネル登録して1日経った方になってますんでね、よかったらぜひチャンネル登録お願いいたします。では始めていきましょう。じゃあ消えた後継者からやっていきます。やったことないんで、完全初見です。名作には間違いないはずです。これですね。じゃあ終了でやっていきましょうか。皆口さんがヒロインってのがいいですね。ね、皆口さんがヒロインは最高ですね。すごい、みんな見て、34年前ですね。ね、34年前ですよ。当時10歳ぐらいの方でももう40半ばです。で調査開始。この頃は少年探偵とか流行った時期ですね。あ、ちょっとあれか、ちょっと待って。おい、君、
どうしたんだ。あ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。これの位置をずらさないとダメか。こっちの方がいいかな。ちょっとごめんなさいね。あの、チャットをちっちゃくしますね。こっちの方だと大丈夫かな。はい、すいませんでした。これ杉田さんですね。これが杉田さんです。大丈夫か？聞こえるか？ちょっと待って、今あの調整するんでね。あの画面の調整。レトロゲームとあのあれとは違う。誰かの声が聞こえない。お、気がついたか。しっかりするんだ、君。僕はどうして。一体どこだ。僕は誰だ。何も思い出せない。君、何も覚えていないのか。何もわからない。僕は誰だ。次に目が覚めた時、僕は助けてくれた男性の部屋にいた。災難だったね。でも無事でよかったよ。私はアマチというんだ。よろしく。こちらこそよろしくお願いします。助けてくださってありがとうございました。いいんだよ、当然のことをしたまでだ。私は一人暮らしだから、気兼ねなく過ごしてくれ。あの、僕はどこに倒れていたんですか。ちょっと待ってね、これなんか画面明るすぎるな。ちょっとお待ちくださいね。画面ちょっと調整しますね。これなんか画面明るすぎるな。多分あれか、これが動いちゃった。ああ、やっぱそうか。ああ、やっぱそうか。ごめんなさい、画面ちょっと調整するね。あの、多分ね、あの自動修正が入っちゃってるんで、画面がなんかめちゃくちゃ明るくなってんだ、これ。申し訳ない。あの、自動修正入っちゃってて、あの、レトロゲーム用のね。あ、そうだよ、杉田さんですよ。杉田さんと尾形めぐみさんですね。でヒロインが、あの、なんだっけ、皆口優子さん。これがデフォルト。これがデフォルトの多分明るさですね。なんかデフォルトだと逆に暗く。まあ、これがデフォルト。すいませんでした。そうそう。デフォルトに戻しました。デフォルトに戻しました。申し訳ございませんでした。あの、なんだっけ。あの、レトロゲームやってたんで、自動でなんか多分、あの、画質補正が入っちゃってたんで、申し訳ございません。はい、じゃあやっていきましょうか。すいませんでした。あ、なるべくあのボイス中は黙ってますんでね。なるべくボイス中は黙ってます。私がちょうど宇中美の崖のそばを通りかかったら、道端の草むらに君が倒れていた。どうも崖の上から下の草むらまで落ちたみたいだな。反対側は海になっていて、人も滅多に通らないそうだから、不幸中の幸いだったよ。そうでしたか。本当にありがとうございます。それよりも何か思い出せたかい。いえ、何も。そうか。何、焦ることはないよ。
何かきっかけがあればすぐに思い出すさ。ちなみにこの町は大里市というんだが、どうだい？何か引っかかることはあるかい？いえ、特には。ああ、ここから始まるんですね。はい、始まりました。ここからのゲームが始まりましたね。あれ、これちなみに操作方法って何で見んだっけ？ああ、これか。操作法。データ読み込み、設定を変更する、既読スキップは、既読スキップはした方がいいのか、する、表示速度は早いにしとこう。あ、一括の方がいいかな。一括の方が。あ、レトロって面白い。レトロ。音声はもちろんする。主人公もする。BGM はあれ、ファミコン。これすごいな、ファミコンなんてあんだ、 BGM で。音声上げましょうか。音声を上げてサウンドとかは下げた方がいいかな。これ70ぐらいしましょうか。データを読み込む。あ、操作説明を表示。あ、これか。メニューの呼び出し、スキップ、スキップ、決定、キャンセル。お、あ、 Y でオートなんだ。はい、なるほど、こういうことだそうです。じゃあやりましょうか。聞く。力になれることがあるかもしれないから、いつでもおいで、相談に乗るよ。あのさ、フォントが本当ファミコンみたいになってる。フォントがファミコンみたいに、これまたこれ本は面白いんじゃない？ファミコンみたいになってる。フォントが確かにちょっとなんだっけ、あのシャギがついてるね。どうも崖の上から下の草むらまで落ちたみたいだな。事故の時のものかな。頭に怪我をしている。おそらくそうだろう。もしかしたら頭を打ったショックで記憶を失ったのかもしれない。とりあえずうなかみの崖へ行けば何か思い出せるかもしれないね。もしかしたら頭を打ったショックで記憶を失ったのかもしれない。あれ、さっきスキップにしなかったっけ。あれ、既読スキップ、あ、まあいいか。思い出す。何も思い出さない。はい、皆さんこんばんはです。あ、これで移動すればいいのか。僕、うなかみの崖へ行ってみます。そうか、気をつけて。困ったことがあったらいつでも来てくれ、相談に乗るよ。ああ、本当だね。じゃあチャットはこっちか。チャットはこっち持ってった方がいいんだね。これチャットの位置難しいよね。チャットの位置が本当難しいよ。まあ本当は表示した方がいいんだけどね。天地さん、本当にありがとうございました。行ってきます。海上海岸ですね。なんか 船越英一郎さんとあの片桐さんが出てきそうな場所ですよね。ここで天地さんが僕を助けてくれたんだ。この街はね、あのなんかね、出てきそうですよ ね。あの毎回そうなんだけどさ、なんで崖に行くんでしょうね。寂しげな波の音が聞こえてくる。あ、そうだ、これもしかしたら、20代の方はちょ10代20代の方はちょっとわからないかもしれないんですが、ちょっと一つ説明すると、あの昔ちょうど70年代80年代ってあの少年探偵団とか流行った頃なんですよ。で今回って主人公があの多分高校生ぐらいなのかな。で高校生とかであの探偵っておかしくないって思いますよね、皆さん。おかしくないって、あの昔あの小学生で探偵とかあったの。だからあの名探偵あの名探偵あのケイナンさんと一緒なの。
名探偵ケナンさんと。だから昔はその少年探偵団ってあったんで、その影響を受けてるんで、普通だと大人がやればいい、あの警察が動けばいいじゃんとか、あの大人がやるんじゃねえのって言うんだけど、あの昔はその子供たちが探偵をやってたってやつ、あの、まあ、探偵ごっこの延長線ってやつね。だから子供たちとか少年たちが探偵をして、大人顔負けの活躍するってやつ、まあ、その流れがいったのが、あの江戸川あのなんだっけ名探偵ケナンさんなの。だからそれがだから、あのなんだっけ、今やってるものっていうのはなぜそうなったのかっていうのもちゃんと理由があるってことね。だから名探そう。寂しげな波の音が聞こえてくる。え？どこ？空？崖？ああ、これ調べるのか。草むら、地面？松の地面か。草が生えていないところがある。風や潮の影響だろうか。なんだっけ、ハード組とかマリン組ってちょうど80年代ありましたよね。ああいう少年探偵団みたいなやつ。ここで天地さんが僕を助けてくれたんだ。寂しげな波の音が聞こえてくる。だからその影響が受けたんで、あのなんだっけ、金田金田一一さんとか、金田一一さんとかも出てきたのは、それがそういうことなんですよ。だから多分そういう、あのなんだっけ、理由があるってことね。天地さんの話だと、僕はこの辺りに倒れていたってことになる。崖、ずいぶん寂しい場所だな。波の音しかしない。あれ、何か聞こえた。やっぱり波の音以外の何かが聞こえるぞ。聞こえるってことは聞けばいいのか。聞く。ああ、まだ間違い、聞くね。誰かの声が。あ、いるいるいますね、上にいますね。これ見ればいい。おや、女の子が叫んでいる。僕を呼んでるのか。あそこまで行ってみよう。連絡もしないでどこに行ってたの？心配したんだから。ちょっと待って。これどこに表示する？これちょっと待って。これもうちょっとちっちゃくするの、ごめん。なんかダメだね。なんかどこに表示してもダメだね。あのちょっとあのこの辺にちっちゃく表示しておきます。あのもしチャットが見たい方は、あのチャットって表示されてるんで、画面にそのチャットを押してください。ちょっと小さくしとくね。なんかどこに表示しても邪魔になっちゃうね。どこに表示しても見えそうですね。見えです、ね。僕を心配。じゃあ君は僕の知り合いなんですか。え、何言っているの。冗談のつもりなら怒るわよ。ちなみに宮口さんって間もなく赤いちゃんちゃんこ着る年齢なんですよ。皆さん、あの今喋ってる女の子の方って間もなく赤いちゃんちゃんこ着る年齢なんですよ。すごいね、声優さんってすごいね。緒方めぐみ様も実は間もなく赤いちゃんちゃんこ着る年齢なんですけど、声優さんってすげえね。声優さんってなんかあのすごすぎるよね。ねえ、あの普通に考えてちょっとなんか おかしいよね、声優さんってやっぱり。あの、君の名前は。何をふざけてるのよ。あなたと同じ探偵事務所の立花あゆみじゃないの。あゆみさん。ダメだ、思い出せない。思い出せないってどういう
ことなの？だって皆口優子さんってみんな忘れちゃった？やわらちゃんやってたんだよ。今から35、6年前だよ。みんな35、6年前、やわらちゃんって忘れちゃった？みんなだから尾形恵さんだって、あのなんだっけ、なんだっけ、デビューって確か80年代の終わりか98の終わりぐらいだったから、もう30、3、4年前だよ、デビューが。みんなダメだよ、みんな現実逃避ダメだよ、みんな現実逃避しちゃう。それが、え、記憶喪失ですって？僕のことを知っているのなら教えてください。ちょっと待って、その前にあなたがどうして記憶を失ったのか教えて。詳しいことはわからないんです。気がついたら、ああ、南口さんは多分若い世代だとパンちゃん、今だとパンちゃんとかビーデルさんとか、あとはネネさん、あのなんだっけ、ラブ、あれ、あのなんだっけ、あれコナミのなんだっけ、ラブライブじゃなくてあのなんだっけ、あれコナミのなんだっけ、あれゲーム忘れちゃった、名前出てこない、あのあれのネネさん、ネネさんとか。ここからさっきの草むらへ落ちて気を失ったらしいですって。もし反対側の海の方へ落ちてたら助からなかったわよ。わかったわ、とにかく一緒に事務所まで来てちょうだい。事務所、詳しい話はついてからにしましょう。あ、そうそうそう、ラブプラス、ラブプラス、私ラブプラスやってねえからわかんねえんだよねここが宇津木探偵事務所。本当に何も覚えていないのね。ともかく中に入りましょう。あのさ、これ昔はこういうなんだっけ、コマンド入力タイプの、あ、そうそう、ディスクシステムリメイクで昔はこういうコマンド入力型のアドベンチャーゲームっていっぱいあったんだよね。今ほとんどなくなったよね、ほとんど。だから、あのなんで私が今回この、 あのファミコン探偵クラブの任天堂スイッチ版のリメイク版やってるのかっていうと、今多分ね、下手すると若い世代の方ってあのコマンド入力タイプのアドベンチャーゲームってあの見たことないかもしれない、下手すると。なので今回あのなんだっけ、これをあのやってるの。あ、ちなみにこれはあの初回限定版で、あのなんだっけ、あの実はあの知り合いがあのなんだっけ、あの私にあのなんだっけ、あのプレゼントしていただいたものなんですね、うん、あの私があまりにも仕事が忙しくて、あのホテル、あのビジネスホテルとかであのなんだっけ、あの泊まる機会が多すぎたんで、あのだったらこれやったらどうですかって言って、あのちょっといただいたものなんですよ、いただいたもの。なのであの今回やってるって形ですね。あの任天堂スイッチだとビジネスホテルとか持っていけるからね。ここは宇津木先生の事務所で私たちの仕事場よ。先生はしばらく出張中だから今はいないの。宇津木先生というのは誰なんだい？この探偵事務所のボスよ。そしてあなたは先生の助手として活躍していたの。僕が、あ、思い出せない。あ、だからこれがさっき言ったことね。あの多分この2人って高校生ぐらいなんだけど、高校生なのになんで探偵事務所の助手やってんですかっていうでしょ。これが当時流行っていたあのその少年探偵団って言って、あの小、あのその中学生とか高校生とかが探偵さんの手伝いをするってやつ。あの昔はね、探偵ブームって言って、あの70年代80年代90年代の前半ぐらいって探偵ものって多かったんですよね。あのアニメ、ゲーム、漫画とかでいっぱいあったの、探偵ものってのが。私結構探偵もの好きで、あのいろんな探偵もののアドベンチャーゲームとか、そういう小説とか漫画とか結構読んでたんですよね。
あのよくほらなんだっけ、なんか新宿のこう、あ、みんなに分かりやすくシティハンターとかが近いのかな。シティハンターとか要はそういうあの都会の裏側で働いてる人たちとか、そういうのがこれ探偵ものってやつだったの。だから当時のそのだけ若い世代からあのアダルトな大人になった世代とかまでみんなが人気になったんで多かったんですね。そう、いや最近はやってる人減ったと思うよ多分こういうのは。あの任天堂スイッチさんだとゲーム実況全部 OK なんでやってる人いるかもしれないけどね。ここは宇津木先生の事務所で私たちの仕事場よ。先生はしばらく出張中だから今はいないの。何も思い出せない。まあ、ルパンとかもあのルパンとかもこういうのに近かったんだよね。どっちかってルパンとかも、だからルパンとかも本当はあのハードボイルド系の話なんだけどね本当は。あなたと先生が知り合ったのはあなたがまだ中学生ぐらいの頃の話だそうよ。離れ離れになった両親を探していたあなたはこの町で先生と知り合ったの。え、両親を探していた。詳しい事情は知らないけれどそうなんですって。まだ見つかっていなくて今も探し続けているのよ。どうしてあの崖へ来たんだい。あなたがあそこで誰かに会うと言って電話してきたから連絡を待っていたんだけど、何の連絡もないし心配になって。僕が誰かに会う。あなたがこれを置いてってくれたから場所の見当はついてたけどね。これで手紙調べはいいかな。あ、メモか。明神村綾城と書いてある。出かける直前にあなたが書いたものでしょ。なんだろう、これこのゲームは名作ですね。ねえ、皆口優子さんが主人あのヒロインの作品は、名作です。異論は認めません。ねえ、私の持ってる、メガドライブメガ CD PC エンジン、宮口優子さんが主人公のソフトはいっぱいあるんですけどみんな名作ですね。ゲームシステム関係ありませんね。宮口優子さんがヒロインのゲームは、星5つです。移動すればいいのかな。僕が書いたものならこれが記憶を取り戻す手がかりになるかもしれない。よし、明神村へ行ってみよう。待って、名前ぐらい思い出さなきゃどうしようもないわよ。思い出してみて。思い出す。え？後ろに立つ少女のシステムデータを、え？え？え、同時進行でやんなくちゃいけないの、もしかして。はい、未設定でした。え、え、え、名字ってこれデフォルトにしたが呼ぶ、え、デフォルトにしたがいいんじゃねえのこれ。え、あれ、これ名前ってデフォルトにしなく、しなく、デフォルトってねえのかいこれもしかして。俺の本名をやる？俺の本名をやる？あの稲田村あの修三郎ってやる？私の名前、あの本名は稲田村修三郎ですよ。ね、父親はあの源十郎ですよ。
ザッピングシステムなんだ。へえ。どうする、稲田村周三郎にする？父親はあの源十郎なんだけど、でじいちゃんはじいちゃんはあのなんけあのなんだっけあのあのあじいちゃんめとあダメか言い過ぎるダメかあんまり言い過ぎる、ね、えどうしよう、え待ってこれ決まってんの、いや反対じゃない、あのこれでいいの、ちょっと待って、ファミコン探偵クラブで検索していい、なるべくデフォルトメイのがいいんじゃね、ファミコン探偵クラブデフォルトメイのがいいよね、あのデフォルトメイの方が、あデフォルトメイねえのかい、あないんだデフォルトメイ、マジか、どうしよう、なんてつけよう、名字八つ墓村とかやったら怒られそうだね、名前は柊の方がいいね、名前は柊の方がいいんじゃない、名前は柊の方が、名字は何にしようか、名字、あさっき いつぎって言ったじゃん、こっち来てカツラギにしようぜ、カツラギカツラギ、さっきあのなんだっけ空木って書いてあったじゃん、こっちはカツラギにしようぜ、カツラギ、ね、同じ木にしようぜ、ね、カツラギ、これカツラギ、なんかあこっちのカツラギでもいいか、あこっちのカツラギでもいいか、こっちのカツラギとか、尾形衆ああ尾形でもいいか、確かに、あ尾形さんやってるからね、尾形衆でいいか、それでいいね、尾形衆で、名字までは考えてなかったね、尾形さんこれですね、尾形ん、あれちょっと待って、おかしいんです、尾形で名前は周にしましょうか、周、あ間違ってる、周の漢字はどうしようか、周の漢字なんでこんな変、あれ変換ってことできなかったっけ、私の本名は周三郎です。周三郎。父親が源十郎です。私の一家は大体、甲賀の、忍者なんですよ。忍者一家なんですよ。ね、うちのじいちゃんは、かつて江戸末期に活躍した忍者一族なんで、うちのじいちゃん名前言っちまうと、うちの家が特定されちゃうんで言えないんですね。周、どの周がいいかな、この辺かな、周だと。これでいいか、おさむで。おさむって書いて、衆。この辺が一般的な多分衆だと思うね。じゃあこれでいいか、衆。尾形衆。これでいいですね。そうだ。思い出したぞ。そう。これが僕の名前だ。まあ別に名前どうでもいいよね。多分ね、あんまり名前はね、多分どうでもいいと思うよ、名前はあんまり。呼ばれないからね。あゆみちゃん、明神村へ行ってくれよ。気をつけてね。探偵クラブ消えた後継者、い
いですね。いいですね。めっちゃ面白いな。めっちゃいいね。ね、このゲームは名作ですよ。ね、ヒロインが皆口さんですからね。ね、異論は認めませんよ。ね、皆口さんがヒロインの作品は名作です。数時間後、僕は明神駅に降り立っていた。僕が事故に遭った宇那上の崖はこの明神村と天地さんのマンションのある大里市のほぼ中間にあたる場所だった。これ BGM がなんだっけ、ディスクシステム版のアレンジですね。アレンジだからめっちゃ多分昔やった人にとってはなんか懐かしいんじゃないかな。ディスクシステム版のアレンジになってます。アレンジ、アレンジ BGM ね。僕はここに来たことがあるんだろうか。すみません。は、何のご用ですか。いくつかお聞きしたいことがあるんですが、よろしいでしょうか。ええ、どうぞ。さて、どなたでしょうか。あやしろという言葉に聞き覚えはありませんか。あやしろですか。あやしろ家のことでしょう。あそこに見えるあの明神山のふもとの大きな屋敷です。これ千葉さんじゃない。これ声優さん千葉茂さんじゃない。これ千葉さん。確かに大きな屋敷だ。ここはどんな村なんですか。ご覧の通りの静かな村ですが、ここには古くからの因習や気味の悪い言い伝えが今でも語り継がれているんですよ。あ、ちょっとお待ちください。ちょっとだけお待ちください。ちょっとだけお待ちください。詳しく知りたいのでしたら村の人たちに話を聞いてみてください。綾代家というのは戦国時代はこの辺りの領主だったそうですが、今は日本有数の資産家として有名です。僕はあの家を訪れていたのか。そういえば、あなたはこの村に来られたことがありましたね。あ、ちょっと BGM が、ね、変わりましたね。え？いきなりそう言われましても。私、ちゃんと覚えてますよ。またいらっしゃったんですね。僕はこの村に来たことがあったのか。移動する。ありがとうございました。いえいえ、お気をつけて。メモにあった綾代というのがここのことで間違いないだろう。ここが綾代家か。とにかく話を聞いてみよう。
ごめんください。エリーゼですね、エリーゼ。はい。この家の執事だろうか。門構えにふさわしいきっちりした身なりの人だ。どこへ行っておられたのですか。心配しておりましたよ。え、とにかくどうぞこちらへ。この人は僕を知ってるみたいだけど。それで何か分かったことはございましたでしょうか。すみません、あなたは僕のことをご存知なんですか。え、実は僕、え、記憶喪失では、依頼した調査の内容や私の名前まで忘れてしまわれたのですか。よくお聞きください。私の依頼を受けたあなた様、調査内容を聞くために先日この屋敷へいらっしゃいました。まあだから記憶を失ってるんで、あのなんだっけ、あの多分そういう、こう自分の記憶を思い出しながら、あのこう謎を解いていくっていう謎解き冒険バラエティですね。その調査内容というのは、先日亡くなりました当家の主、綾城菊様についてでございます。思い出してくださいませ。お医者様は心不全と診断されましたが、私にはただの病死とは思えないのです。つまり菊さんは何者かによって。それを調査していただこうとこの屋敷へお呼びしたのです。それなのにこんなことになろうとは。やっぱあれじゃない、あのなんだっけ、崖の上にいたってことは、あの犯人を追い詰めたんだけど、あのなんだっけ、多分船越さんと片桐さんを呼ばなかったから犯人にやられ、あの返り討ちになっちゃったんだよね多分。ちょうどここまでお話しさせていただいたとき、あなた様にどなた様からかお電話がかかってまいりました。だから多分途中、あの犯人まで行き着いたんじゃない、主人公は多分犯人まで。その電話の後、重要な情報が手に入るかもしれないとおっしゃって、この屋敷を出て行かれたではありませんか。貴様は綾城商事の会長でしたが、78歳とご高齢の上、心臓が弱っておられたのです。そこで遺言書を作成されたのですが、遺言公開の直後にご自分の寝室で亡くなられてしまったのです。あのね、80年代とかだと、あの大体みんな70代ぐらい亡くなってましたね、80年代って。だから
あのなんだっけ、ご高齢って言ってるでしょ。あのなんだっけ、この頃確か私がまだ若い頃って、あのおじいちゃんとか本当に60歳ぐらい死んでましたからね、みんな。あのだから今みたいになんか80までみんな結構生きれるっていう時代じゃなかったのかな、どっちかっていう。ここまでお話ししてもまだ思い出していただけませんか。宇津木探偵事務所の方でしょ。調査の依頼をさせていただきました。さあ、別にこれといって、そうだ、確かにここで依頼を受けた、思い出したぞ。そしてあなたは善蔵さんでしたね。思い出していただけましたか。思い切ってお話してよかった。説明。重要な自動的に調査メモ記録されます。メモ画面見たいときはゲーム中にプラスのメニュー画面表示されます。手帳を見るで見れるところですね。ちょっと見ようとせベータですね。あのこれですね、これ手帳を見る、これですね。あ、こうやってほらみんなの見れて、17歳ね、17歳今日ですよね。皆口優子さんは永遠の17歳です。アマチさん、警察でもなんでもないんだ。善蔵さん、菊さん、ああ亡くなってしまったんですね。で、宇津木、あの俊介探偵事務所のあの所長ですね。で、綾代家、ああよくありますね、こういうあの地方の資産家ってやつですね。あ、これがあの自分ですね。17歳、駅員さん、なるほどね。菊さんの遺言書はどんな内容だったんでしょうか。遺言公開にはご親戚の方々が立ち上がれただけで、私にはちょっと分かりかねます。立ち会われた親戚というのはどなたですか。菊様の甥の綾代寛治様と次郎様、それに姪の春日あずさ様の三人様です。こいつらが犯人です ね。真実はいつも一つ、こいつらが犯人だよ、ね、こいつらが犯人だよ、ね、おかっぴきに通報しねえと、ね、しょっぴいてもらわないと、こいつらが犯人だよ絶対に、ね、子供や孫ではなく甥と姪なのか。ほら、おいとめだよ、ね、あの財産目的でしょ、財産目的。あ、これでメモで見れるんですか、ね、あ、社長なんだね、庄司の社長、ね、あずさ、主婦、怪しい、ね、主婦、ね、ジロー、あー、同じなんだ、これ専務。親戚の方々について詳しく教えてくれませんか。これあれかな、親戚の話聞いていけばいいのか。幹事様は三人兄弟の長男で、綾代商事の社長をなさっています。ご兄弟で一番末の次郎様は綾代商事の専務をなさっています。春日家へ嫁がれた梓様はご兄弟の2番目に当たられます。親戚の人全部聞けばいいの。皆さんはここに住んでいるんですか。皆様その日のためにお集まりになられたので、ここに住んでおられるわけではございません。ただ、あずさ様だけはしばらくこちらにごた、今はどちらかへお出かけのようでいらっしゃいませんが。お待ちはどうしちゃった。
皆さんからお話を伺いたいのですが。ただいま皆様はこちらにはいらっしゃいません。後ほどご紹介いたします。はい、お願いします。手がかりはあるか分かりませんが、皆様とお話になる前に、菊様が亡くなられた寝室をご覧になりませんか。うん、見ます ね。女性の寝室には興味ある年頃ですから、ね、そうですね。ではお願いします。以上。はい、ご案内いたします。どうぞ。菊の寝室、寝室ってか床の間みたいなもんだね。こちらが菊様の寝室です。あ、ほらこれね、後ろになんかあるじゃん。ああいうとこ調べたりすると何かあるんで、絶対に。あの、要はあの、なんだっけ、こういうあのなんだっけ、アドベンチャーゲームって後ろの何か、ああいう写真立てとか何かを調べると絶対何かがあるので、それがあの犯人に突きつけるヒントになったりする。あ、最近だと逆転裁判とかそれに近いか。逆転裁判とか逆転検事とかね。菊様はこの寝室の布団の上で亡くなっておられました。私にはちょっと分かりかねますが、この屋敷には他にも住んでいる人がいるんですか。屋敷には私の他に茜というお手伝いがおります。うん、この茜さんが犯人です ね。真実はいつも一つ。ショッピーケ、ね、ショッピーケ、この人だ、ね、拷問だ、拷問にかけるんだ、ほんと全部で、ね。菊様が亡くなっておられることに最初に気づいたのは茜です。こいつが犯人だよ、ね、石畳に乗せるしかない、石畳にね。第一発見者か。ぜひ茜さんにもお話を伺いたいのですが。今はあいにくと出かけておりますが、間もなく戻ると思います。メモに登録する。19歳。よく聞く。ちょっと聞いてみる。菊様のご遺体を発見したのは茜です。それだけかい。呼ぶ、茜。今はあいにくと出かけておりますが。あ、これ終わり。あとはこれか。熊田先生は心不全に間違いないとおっしゃいましたが。全員逮捕すれば 誰かしら犯人でしょ。ね、ガバガバ探偵ですね。ガバガバ探偵、毛利心も真っ青のガバガバ探偵です。熊田先生、熊田先生というのはどなたですか。菊様のかかりつけの先生で、この村でただ一人のお医者様です。熊田医院という病院を経営しておられます。善蔵さんから聞ける話はこれくらいだろうか。分かった、犯人分かったよ。熊田先生の、あ、なんだっけ、あの愛人が、あの茜さんなんだよね。え、決まったね、犯人が。一度熊田先生に会っていただけませんか。会いに行くしかないね。そうしてみます。わざわざ来てもらうのも悪いな。こちらから病院に出向こう。ああ、じゃあ熊田に行けばいいと。移動、熊田。善蔵さん、熊田医院の場所を教えてください。うん、先生がグルっていう可能性はあるね。わかりました。かなり年季の入った病院だ。
あの昔の診療所って感じだね。田舎の診療所って感じだ。こんにちは。はい、今日はどうされました？お姉さんの電話番号を教えていただけませんか？あ、すみません、僕は患者ではなくて熊田先生にお会いしたいのですが。お、もしやお前さんが探偵か？君、こちらの探偵さんのことはわしに任せておけ。わかりました。ちなみに豆知識一つ、あの今あの受付の看護師さん、あの看護師さんが看護婦って書いてあるのが、書いてあるのはあのまだこれ80年代の設定なんで、80年代はどっちかっていうとあの看護師だけど看護婦だったんですね。で、あの多分もう一つ疑問なのは、なんであの白いあの看護婦 の服装じゃなくてあのピンクなのかっていうと、ピンクなのかっていうと、白い服だとあの患者さんにちょっと心理的な抑圧になるんで、あのちょうどあのピンク色 の、その看護婦の服装が出てきた頃だったんですね。要はほら全部白だとあの人間って結構精神にやられちゃうんですよ。要はシーツも白、服も白、全部壁も白って全部白にしちゃうと人間ってすごい心的に抑圧されちゃうんで、なので最近は看護師さんの服装っていろいろあるでしょ。それが理由なの、ね、このゲーム実況は、様々な豆知識を喋りながら、私が適当なあの犯人を、地獄に連れていくという、ね、頭脳は子供、見た目は、ね、あの60過ぎのおじいちゃん、ね、その名も、ね、名探偵、名の名は迷う名ですね、名探偵、ね、シューですからね、貴様も地獄に連れてってやるっていうやつですね。ほんと古いな、作りでは改めて、わしが熊田じゃ、よろしく。よろしくお願いします。善蔵さんから依頼を受けました。探偵事務所の者です。いろいろ聞いてよ。林野家の執事から連絡をもらったるぞ。聞きたいことがあるそうじゃな。念のためにお聞きしますが、菊さんの死因は心不全で間違いありませんか？ちなみにあの心不全っていうのはあの心臓が、まあ、止まって死んだってことね。で、笑えないんだけど、日本 の死因って心不全が山ほど多いんだけど、海外ってあの心不全ってないんですよ。実は外国での死因で心不全ってないの。なんでかっていうと、心臓が止まったら死ぬのは当たり前だろうって話でしょ。なんで心臓が止まったのかっていう理由を突き詰めないといけないんだよ、本当は。だから心不全ってちょっとおかしいんだよ、実は。ちょっとおかしいの、実は。現代でも心不全で死んだっていうけど、あれおかしいんだよ、だから。だから心臓が止まったらみんな死ぬでしょ、普通に。だからなんで心臓が止まったのかまで調べなくちゃいけないんだけど、まあ、その辺が、まあ、司法解剖医とかのちょっと手を抜いてる部分だって言われてるんだよね。必ず心臓が止まった理由ってあるからね。必ず心臓が止まった理由って。それが外部的要因なのか内部的要因なのか薬物的な要因なのかっていうのを本当は調べることが解剖医の仕事なんだけど、日本には解剖医が圧倒的に少なすぎて解剖ができないんです。だからあの外傷が特に何も問題なくて血液を見ても薬物とかなければ心不全で終わっちゃうってやつなんだね。そう心不全じゃとはいうものの、こんな急に亡くなられるほど悪かったわけでもないんじゃが。ちなみに何だっけ、長生きする人っていうのは心臓が丈夫な人は長生きします、ね、逆に心臓が丈夫じゃない人は長生きはできないんですね。昔からそうです。心臓が丈夫な人は長生きできます、ね、まあ時が時じゃから執事が不自然と思う気持ちもわからんではないがの。あのね、解剖医が少なすぎるんだね。日本は解剖医って言って解剖するお医者さんが、ね、少なすぎるの。だから、なんだっけ、解剖しろってよく言ってる人いるでしょ。あのできないんだよ。もうパンクしてるから解剖するのが。だから明らかに外傷がなんかあるやつ以外は基本的に解剖ってしませんね。あとはね、笑えないんだけど、
あの解剖することに反対する遺族がいるの。遺族が、あのおじいちゃんとかおばあちゃんをにあの傷をつけないでっていうから、あの解剖を断る人も多いってやつだね。だから真相究明があの進まないっていうのもあるんだね。だからまあ言ったでしょ、あの名探偵が現実の世界にいないあにはいないから、みんなあのなんだっけ完全犯罪で、実際あの自殺とか心不全とかで死んでる人もいっぱいいるってやつね。あのなんだっけ、漫画とかアニメみたいに名探偵がいたら日本のそういったものはもっともっと解明されるんだけど、あの残念ながらに私たちの世界には名探偵なんていないんで、あの残念ながらそういうのもいっぱいあるってやつね。残念ながらね。聞きたいことがあるそうじゃな。遺言書について何かご存知ですか？いや、わしは菊さんの単なる主治医じゃからな。しかし、なんともな。遺言を公開した晩に亡くなられたとはの。前蔵から何を聞いたか知らんが、やつの取り越し苦労じゃよ。菊さんはただの病死じゃ。こらこら、わしの机をごちゃごちゃいじらんでくれよ。あ、初見さんがいるかもしれないから一つご説明なんですが、あのコメントであの下ネタとか書く人がちょっとあの来てしまったんで、あのチャンネル登録した人のみがコメント可能になってます。よかったら登録してください。あのなんだっけ、次は日曜日にあの実況をやる予定なんでね、あの今登録していただければ間違いなくあの日曜日には、ね、コメントできますんで。忙しそうだしやめておく。覗き見は感心せんぞ。見ちゃいけない。思い出す。熊田先生だ。明神村ただ一人の医師だ。ああ、昔はね、村にただ一人の医者とか多かったからね。ああ、綾代家といえば春日あずさが喉を痛めて今ここに来とるぞ。春日あずささん、菊さんの姪か。話を聞いておきたいな。まあ今は電子カルテだからね。菊さんの死因は心不全じゃ。遺言を公開した晩に亡くなられたとはの。あ、これか。春日あずささんとお話しさせてもらえませんか。わしに断ることはないぞ。本人がいいなら構わんじゃろ。私が春日あずさだけど、僕は宇津木探偵事務所の者です。ちょっとお尋ねしたいのですが。ああ、あなたが善蔵が雇ったっていう探偵さんなのね。ええいいわよ。これあれだね、田中敦子さんかな、政府さんは、ね、この敦さんが絶対犯人です ね犯人ね、この人が犯人です。最近綾代家の周辺で何か不審な出来事や気になることはありませんでしたか？そう、私は村に住んでいるわけじゃないから知らないわ。兄さんや次郎も遺言を聞きにここまで来たのよ。遺言公開の晩、私たち兄弟3人はみんな屋敷に泊まったわ。こんなことはめったにないことだ。それじゃ、菊さんの亡くなられた夜、皆さん屋敷にいらっしゃったんですね。何よ、私たちが何かやったとでも言うつもり？冗談はよしてよね。
これさ、咳込んでるって何か理由があるんじゃない？これ咳込んでるでしょ。これ多分何か理由があると思うよ。もしかしたら例えばなんだっけ、さっきさ3人いたでしょ。だから財産が3等分になっちゃうじゃん。だから多分ね、あのほらよく昔ある探偵物でバカなのは、あの財産を独り占めしたいからってみんなやっちゃうでしょ。そうすると最後に自分が生き残っちゃうから犯人はお前だって言われて倒されちゃうんだよね。だから多分そのパターンじゃないこれ。あずさんは下手でなんか盛られたんじゃないこれ。だからあのごほごほ言ってんじゃないこれ。おば様、綾代家の主で綾代商事の会長でも今ではお墓の中。どう、こんなところでいいかしら。ちなみに毒って盛られて土葬にすると、あのすごいすぐに分かるんですよ。ヒ素とかそういうのを盛られた死体って、あの火葬にしないとあの実はね、すぐに分かっちゃう。あのなんだっけ、毒って一種の防腐剤の効果あったりするとあるやつだと死体腐らないから。だからあとヒ素をやったやつって、あと骨とかもいろいろ出てくるから、毒殺って一番ね実は分かりやすいんだね。実は毒殺っていうのは確かにタイミングが良すぎたかもね。遺言公開の晩に突然亡くなったんだから。その遺言を見ると答えが出てくる。遺言書の内容についてお聞きしたいのですが。遺言の内容を話せですって？そんな面倒なことごめんだわ。兄さんたちにでも聞けばいいでしょ。喉が痛いんだからあまり喋らせないでよ。探偵だかなんだか知らないけど、いちいち付き合ってられないわ。あずさは喉を痛めておるんじゃ、それほどひどくはないが、念のため長話はせんようにな。あ、そうそう、菊さんは近くの神楽寺に埋葬されたんじゃ。ありがとうございます。次は神楽寺に行けばいいのかな。あ、そうです、神楽寺。熊田先生、あずささん、ご協力ありがとうございました。僕はこれで失礼します。しっかりやるんじゃぞ少年探偵。あれさ、マリって今子供たちあまりで遊ばないよね。これ墓を掘り起こすしかないね。ね、墓を掘り起こすしかないね。神楽寺はここか。静かな場所だな。これか。綾代家の墓だ。ここに菊さんが眠っているのか。こら！墓にいたずらしちゃいかん。すいません、いたずらしてたわけじゃないんです。おや、あんた村のもんじゃないな。伝説を確かめに来よったバカ者ではなかったか。いきなり怒鳴りつけてすまんかったの。伝説、わしはここ神楽寺の住職で源信という。はじめまして、僕は宇津木探偵事務所の者です。何、探偵？探偵がこんな村に何をしに来なさった？実は。そうか、綾代家の執事にか。疑いたくなる気持ちはわかるが、杞憂じゃな。菊さんは病死じゃと医者も太鼓判を押しとったからの。そうなのかもしれませんが、少しお話を伺ってもいいですか。次
違うよ、あのひげはチャッピーだよ、みんな。チャッピー、チャッピー、チャッピー。まあよかろう。あ、これで聞いてくるのね。キクソンの遺体に何か不審なことは感じませんでしたか？別になかったの。キクソンは安らかに眠っとる。伝説というのは何なのですか？ようこかなね、声優さん的にようこかな、伝説の九尾の狐かな。村人の間で古くから語り継がれている気味の悪い話なんじゃ。綾城の主が無念の死を遂げた時、主は墓の中からよみがえり、恨みに思う人間を殺すと言われておるのじゃ。ショットガン用意しないと。みんなショットガン用意しないと。ねえ、墓の中によみがえるんだったらショットガン用意しないとね。はい、こんばんはです。それというのも、この村では未だに遺体を土葬にしておるからじゃろう。火葬はね、結構前から火葬だね。あ、でもあれか、いや、80年代だとまだ土葬ってあったよ。俺やった記憶あるよ、80年土葬。なんだっけ、墓掘った、徹夜やったことよりも墓の埃。だから、80年代だと田舎だと土葬があった、まだ。土葬が、田舎だと。なんだっけ、大都市とかでは土葬はないと思うんだけど、田舎では土葬はあった、まだ。まだ土葬。では、キクさんの遺体もそのまま。もちろんそのままここに埋まっとる。ああ、やっぱそうじゃない、これ掘るとなんか出てるんじゃない、なんかそういうなんか毒でやられたとか何かの影響。さらに綾城家にはの、この伝説の元になったらしい戦国時代からの言い伝えもあるのじゃぞ。戦国時代、随分飛んだな。いや、これ以上はよそ者に話すようなことではないな。あー、2000年ど、うん、やってるとこあるかもしれないね。最近キクさんに関することで何か気がついたことはありませんでしたか？特にないの。キクさんとは昔から随分親しくさせてもらっとったんじゃ。よく話をしたものじゃったが、気の毒にの。キクさんとは、キクさんは安らか。これ終わりか。綾城家にまつわる言い伝え、ぜひ聞かせてください。そこまで言うなら話すとするかの。戦国時代の綾城家はこの辺りの領主じゃった。ある時戦に敗れての、かろうじて生き延びた者たちは明神山の砦に立てこもった。それで敵方の領主は見せしめに綾城の先祖代々の墓を掘り返したんじゃ。やがて最後の決戦となったが、綾城の領主は殺された。呪いの言葉を残してな。戦が終わり、敵の殿様が村を訪れたが、間もなく謎の死を遂げたのじゃ。ある者は綾城の呪いで狂ったと言い、またある者は墓からよみがえった綾城の領主が首をはねたとも言う。あのね、こういうよく呪いってあるでしょ。これ実はね、呪いっていうのはもともと風土病とかあるんです。実は風土病どういうことかっていうと、今みたいにお医者さんとかもなければ交通も揃ってないんで、分かりやすく言うと、例えばその地域にある風土病ってあるの。
だからよくほら戦争とかで全く違う地域に行ったりするとなんか変ななんかこう病に なると呪いだ呪いだって言うでしょ。それは風土病なの。で実はその風土病って呼ばれてるのが一番有名なのがなんだっけあれ黒死病。黒死病っていうのはもともとアジアの一部の風土病だったんですよね。それがおバカな侵略者たちがそこに行っちゃったでしょ。その結果ヨーロッパとか世界中に広がっちゃった。だからどっちかっていうとそういうの戦争とかになると通常だと行かない地域に行くでしょ。だから免疫がないんですよ。そのフード病の地域はその免疫があるんだけどないからそうないから病気にかかっちゃう。だからそれが分かんないからみんな呪いだってなっちゃうんだね結局は。今の私たちはグローバル社会でいろんな人と接するから免疫があるんであって昔はほらそんなのなかったからね。ほとんどそういうグローバルじゃなかったから、ね、一番分かりやすいのがそれが今でもこの村に語り継がれ伝説となったのじゃ。あくまで言い伝えじゃ。キクさんは安らかに眠っとる。それは間違いない。そろそろいいかの。わしから話せるな、このぐらいじゃ。はい、貴重なお話をありがとうございました。あ、これ優しいね。これ優しいね。黄色くなってくれるが次何やるの。原神さん、では失礼します。またお話を聞かせてください。これ原神って多分神言の文字ってやつかな。神言のだからヒゲが立派なんじゃない。多分さて、とりあえず駅まで来たけれど。すみません。は、何のご用ですか。今だとこういうところって無人駅だよ。昔はちゃんと駅員がいたんだけど、ね、場所はもう押し。あ、これは変わんないか。もちろん知っていますよ。恐ろしい言い伝えです。最近何か気になったことはありませんか。いえ、特には。でもどうしてそんなことを聞くんです。もしかしてキクさんについて調べてるんですか。え、キクさんが殺されたって本当ですか。村の人たちはそう言ってますけど。ただの噂ですよ。一体何の用だ。あよから来たよ。村人 A ですね。村人 A。 怪しろ家について何かご存知ですか。この村に住んどれば嫌でも耳に入ってくるで。昔からあまりいい話は聞かんがねえ。これさ地味にさ、今右側に映ってるタバコの自販機って懐かしくない。あれが昔のタバコの自販機なんだよ。あれ、これすげえな。スタッフちゃんとそういうの再現してくれてるんだね。80年代のあれタバコの自販機だよ。あれすげえ。ちゃんとやってくれてるんだね、そういうところが。もう亡くなったが、キクさんの旦那は昔かなり悪どいことをやっていたそうだで。マジで、あれかね、村の若い女を慰め物をしてたのはね、良いではないか、良いではないか、ね、わしの言うことを聞かなければ、ね、なんだっけ、この村には、ね、いられないぞ、ってね、ね。恨みに思っている人も少なくねえだろう。自殺した家族の話を聞いたことがあるだよ。自殺した家族。この村の伝説なのですが。ま
まったまった。あんた、あんまり嗅ぎ回らねえ方がいいだよ。菊さんが蘇ってこられるかもしれねえだで。サッカー用意してる。菊さんは殺されたにちげえねえだ。今にきっと蘇ってきなさるで、あんたも気をつけなさりや。綾代家については昔からあまりいい話、恨みに思っている人。思い出す。あ、そうそう、綾代家のお手伝いから話を聞かれた。どこかに出かけていたのなら。あ、これで駅員さんに聞けってこと。明るい性格じゃったのに、菊さんが亡くなられてからはすっかり沈み込んでしまったようじゃの。恐ろしい目に遭う前にあの屋敷を出た方があの子のためじゃ。明るい性格じゃったの。綾代家については恨みに思って変わってない。あんた、これも変わってない。明るい性格じゃ。これも変わってない。キクさん、駅員さん聞こえ。すみません。は？何のご用ですか？ああ、そうだね、駅員だね。明るい。ここに集まっている人たちに絡まれて伝説がどうのって言われて困っていたようでしたね。あの人たち、綾代家についていろいろと噂してるんですよ。君の悪いことまで。綾代家のお手伝いならさっきここを通って綾代家の方へ行きましたよ。戻ればいいのかな、綾代家。あ、やっぱそうですね。あ、お帰りなさいませ。茜が戻ってまいりましたよ。やっぱフルボイスだと面白いね。なんか2時間ドラマを見てる感じだよね、フルボイスだと。私にはちょっと分かりかねますが。ただいま、皆様こちらにはいらっしゃいません。後ほどご紹介いたします。村人が何か噂しているようです。茜でしたら菊様の寝室にいるはずです。ああ、じゃあ寝室に移動すればいいのかな。ではこちらへ。こちらが茜です。お手伝いの茜です。はじめまして、宇津木探偵事務所の者です。よろしくお願いします。はい。でも私などがお役に立てるかどうか。辛いでしょうけど、亡くなっている菊さんを発見された時のことを話していただけますか。これさ、あの尾形さんの声素晴らしいんだけど、なんか尾形さんが喋ってるとさ、あのその名探偵になっちゃってない？なんか少年探偵っていうよりは、なんかもう完全にただの本当になんかあのなんか探偵事務所の所長レベルのなんか喋り方だよね。だからなんかワンランク上がっちゃってるよね、尾形さんだと。あの安心感が違いすぎるよね。なんか尾形さんだと。まあまあそれがいいのかもしれないけど。はい。あの日奥様がなかなか起きていらっしゃらないので、ご様子を見にここへ来たんです。その時はすでに遺言書の公開の日、お休みになられて間もなく
発作を起こされたらしいと熊田先生がおっしゃっていました。私さえ気をつけていれば。茜さんが責任を感じることではないと思います。でも私さえ気をつけていれば。ご存知の通り、このお屋敷の執事をなさっています。そういえば遺言公開の日、皆様今の方へ集まってらっしゃる時に庭でアキラ様を見ました。あれかな、アキラはあの悪魔に魂を売っちゃった人かな。アキラ様？声をかけようとすると驚いてどこかへ行ってしまわれたのです。どうされたのかしら。明らかに何か持ってるんだけど、あれ怪しいね。ほら何か持ってるよ、明らかに。善蔵さんはこの屋敷には幹事さん、次郎さん、あずささん、善蔵さん、それにお手伝いの茜さんしかいないと言っていたはずだ。第三の男ですね、第三の男。アキラさんというのは誰なんですか？幹事様の息子さんです。時々このお部屋に出入りされていました。ちょっと見てみましょう、手帳を見る。春日家へ嫁いだんだ。明は23歳ですね。23歳学生です。菊の資質に出入りしてるってことは何かあるんだね。これ菊の資質に出入りしてるって。住職87なんだ、ずいぶん長生きだね。あとなんだ、一人聞けばいいのか、もう一回。あ、これ気づいたことかな。遺言公開の日、皆様今の方へ集まってらっしゃる時に庭でアキラ様を見ました。変わらない。やべえな、このゲームめっちゃ面白いんだけど。あのね、私これアドベンチャーゲーム大好きだからさ、遺言書の公開が終わった後、歯止めがなくなっちまうな。寝室へ戻られて間もなく発作を起こされたらしいと熊田先生がおっしゃっていました。あの多分ね、もともと推理小説とか好きなんで、こういうの好きなんでしょう。ご存知の通り、このお屋敷の執事をなさっています。アキラ様は幹事様。要望先祖。はい、どういったご用で。ああ、増えてる、聞く。アキラさんも来ていたんですか？アキラ様があの日ここへですか？私は存じませんでしたが。あ、ほら怪しいじゃん。ほらほら、多分これが何かあるんでしょう。おや、電話がかかってまいりましたので、ちょっと失礼させていただきます。あれ？俺気がついたよ。みんな、俺気がついたよ。推理小説、必ずあるやつ。畳にシミがついてるよ。これでしょ？知ってる知ってる。アドベンチャーゲーム大量にあったからね。ねえ、畳にシミがついてるよ。ほら、ほら、これ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 。ほら怪しいもんね。おや、
畳が焦げているぞ。焦げ？焦げってなんか燃やしたのか。お話の途中に失礼いたしました。お電話は歩美様からでした。一度事務所の方へお戻りくださいとのことです。あ、そうでしたか。ありがとうございます。あ、聞く。畳が焦げていますが、あれはどうしてそのままなんですか。え、焦げている。驚いてるってことは。はて、いつできたのでしょうか。今まで気づきませんでしたが。そうですか。ん、あか、茜に聞けばいいのか。茜、なんか茜がうんって言ってたから。何かご用でしょうか。茜ちゃん、あ、やっぱそうだ、ほら、なんか絶対知ってるね。もし白状しないんだったらね、あの紐で縛ってね、あの鞭打ち100回ぐらいで、あのあ、ほら、なんか知ってる。あかねさん、なんか怯えてるよ。どうしたんだ、ひどく怯えているようだけど。まさか、まさかここでなんかおかしなプレイでもしたのかい。ねえ、まさか火を使う、なんかろうそくを使って火を使うなんかプレイでもしてたのかい。絶対何かある。あれ、移動になっちゃった。調べられそうなのはこのくらいか。あゆみちゃんが待っているだろうし、事務所に向かおう。善蔵さん、今日のところはこれで失礼します。さようでございますか。私めの取り越し苦労やもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。お帰りなさい。どう、明神村で何か分かった。それが知りたくて電話したの。ね、じゃあ、あゆみちゃんも一緒に行けばいいのにね。ね、あ、なんだ、そんなことか。なんだとは失礼ね。一度行方不明になったんだから、心配して当然でしょ？そうだね。ごめん、ありがとう。それで、どうなの？ここまで分かったことを整理して推理してみたいんだ。手伝ってくれるかな。ええ、もちろんよ。ね、皆口優子さんに、ええ、もちろんよって言われたい人生ですね。推理する。僕が依頼されていたのは綾代商事の会長綾代菊の死についての調査だった。その途中であなたは事故に遭って記憶を失ったのね。あ、ちなみに、あの、そうだ、あの、今菊さんって言ってるでしょ。あの、ちょうど大正時代頃ってカタカナで名前をつけることが流行ってたんですよ。なので、あの、昭和の初めとか大正時代って女性の名前にカタカナ語が多いのはそれが理由なんですよ。だから、あの、結構著名人とか、例えばなんだっけ、1900年代の半ばに亡くなった方とか、昭和で亡くなった方とかで、あの女性の名前に、そのカタカナ語が多かったのはちょっと当時の流行りだったの。だから今のほら、今のドキュンネームにちょっととは近くはないんだけど、まあ、当時の流行りだってことね。流行り名前、例えばほら、20年ぐらい前だと、20何年前か、もう、いや、もっと前だ、ごめん、嘘だ、もっと昔だと、例えばほら、あの、大輔ブームがあったんで、大輔っていう名前をつける人が多かったの。だから、あの、大輔さんっていう名前が多かったでしょ。ああいうに、あの、流行りだったんだよね。だから菊さんっていう人はね、多分当時いっぱいいたと思うよ。菊さんとかそういう、なんか、あの、カタカナの名前の人ってね、当時いっぱいいたんだよ。私がほら、ちょうど若い頃は、なんだっけ、
ほら私の世代からするとちょうどほら あのお母さんとかおばあちゃんたちの世代がそういう人がいっぱいいたんでね。依頼人は菊の突然の死に疑問を持った綾代家の執事だ。菊は遺言公開の当日に死亡したという。となると確かに執事が不審に思うのもうなずける。遺言公開には菊の甥と姪にあたる綾代幹事と次郎、そして春日あずさが立ち会ったらしい。幹事の息子綾代明という男が公開の当日に屋敷に来ていたらしいが、偶然なんだろうか。今のところ菊の死因は心不全以外に考えられないようだけど。確かに菊の死には不自然なものを感じるわね。遺言書には菊が残す遺産や権利の相続について書かれていたんだろうね、きっと。そうね。となると綾代少女のことを調べる必要がありそうね。それは私が引き受けるわ。だからあなたは綾代家に行ってもっと詳しく調査してきてね。ありがとう、あゆみちゃん。失った記憶は完全じゃないけど頑張らなきゃね。でも今日はもう遅いから調査再開は明日にしましょう。今日はいろいろありすぎてさすがにクタクタだ。ゆっくり休んで明日に備えよう。これあゆみちゃんと主人公はなんでこんな夜遅くまで事務所にいんの。ここに二人で住んでんの、まさか。ねえ、そんなことはお父さんが許しませんよ。ねえ、こんな重大の裏若業、ね、男女がね、こんなくたびれた事務所で二人で住んでるなんてね、何か間違いが起きたらどうすんの、本当にね、本当に。本当に住んでるんじゃね、これ。あれ本当に住んでるんじゃね、これ。おはよう。私は早速、綾代少女の調査を始めるわ。うん、頼むよ。僕はすぐに明神村に向かう。遺言書の内容、それにアキラという人物、調べなきゃならないことがたくさんだ。ひとまず綾代家の人々にアキラや遺言書について聞いてみることにするよ。気をつけてね。間違ってもまた崖から落ちたりしないでよ。第2章、遺言ですね。ね、あのおっさんもまさか一日遊ぼうで。ちょっと待って。あのおっさんもまさか一日遊ぼうで。おや、おはようございます。今日もやっぱりいらしたんですね。来たよ。噂で聞きましたよ。あなた、探偵なんでしょ？菊さんについて調べてるんですか？まあ、やっぱり菊さん殺されたんでしょうか。場所はもう教えてあげたではありませんか。もちろん知っていますよ。変わってない。変わってないってことは意味ない。いきなり。あ、いいのか、行っちゃっていいの。おはようございます。おはようございます。今に幹事様がお見えです。ご紹介をいたしますので、どうぞ。綾代幹事さん、菊さんの甥だったな。それではご案内いたします。
幹事様、失礼いたします。探偵のお方がいらっしゃいました。うん、ゆっくりくつろいでおったのに一体何の用かね。はじめまして。お邪魔してしまい申し訳ありません。手短に済ませますので少しお話を伺わせてください。うん、まあよかろう。ここで拒んであることないこと言われてはかなわん。急なことで驚いたよ。まだ会長として頑張ってほしかったのだが。これさ、予想していい？多分なんだけど会社の経営悪いんじゃないの？意外と。だからそれでなんかその資産が欲しいとかそういう話なんじゃねえの？普通社長だったらさ、なんだっけ、資産とか目的も、あまり目的じゃないと思うんだよ。なんか多分そういう風になってくるんじゃないの？ぶしつけですが、遺言書の内容を教えていただけませんか？ふん、そう来ると思っとったよ。遺言公開の時に取ったメモがある。まあ見たまえ。では拝見します。メモは綾代商事のことと菊さんの個人財産について書かれている。綾代商事の会長として菊が持っていた全ての権利は綾代家の正当なる後継者の印を持つ綾代ゆりに譲られるものとする。綾代ゆり、新しい人物の名前が綾代ゆり。菊の個人財産は半分をゆりに、残りの半分を幹事、次郎、あずさの3名で公平に分配すべし。綾代商事の権利すべて、それに財産の半分を譲られるほどの人物、綾代ゆりとは何者なんだ。それに後継者の印というのも初耳だな。印を探すのかな。印を。ゆりさんというのは誰なんです？会長の一人娘だ。20年前家を飛び出したまま行方不明だ。そりゃかなりの年齢になってるよね。菊さんには娘がいたのか。しかし行方不明とは。後継者の印って何なのですか？どんなものかは知らんが、綾代家の先代の実の子供や孫といった本家筋の人間だけが手にできるそうだ。あれ、なんか急になんか勇者的な話になってきたんだけど、何これ。実の子供じゃ、血の引いた子供じゃないと抜けない政権でもあんのかね、これ。もしかしてなんかあれなのかね、なんか この剣を抜けないものは何だっけ、後継者とは認めないとかなんか出てくるのかね。わしら分家筋の人間には縁のない代物だよ。そうなれば古くから屋敷にいる善蔵さんでも知らないか。ただし正当な後継者が現れなかった場合、綾代商事はわしら親族の手によって運営していくことになる。当然だな。まあ昔受かったよ、そういうのが。なんだっけ、ほらよく政治家とか金持ちとかで子供ができなくて養子をもらって、その養子と実の子供で争うとか、いろいろね、昔からある問題です、ね、ここにいるわけがないな。聞けばよかった。急なことで驚いたよ。まだ会長として頑張ってほしかったのだが。なんだ？あ、いえ、違う。あ、いえ。わしの息子だが、
23にもなって仕事もせずにフラフラしよって、あの無職ですね無職です。遺言公開の日、アキラさんも来ておられたそうですが。何？わしは知らんぞ。第一、アキラは遺言公開のことなぞ知らんはずだ。ああ、わかった。これわかったよ。アキラは何をしに来てたのかっていうと、無職で金がないでしょ？だから多分勝手に持ち出して売ってるんじゃない？要は、勝手に。だから、ほら、さっき抱えてたじゃん。あれ、たぶん、あれをどっかに売って金にしてるんじゃない？だから、さっき驚いたんじゃない？ほら、なんか見られて驚いたんじゃない？だから。多分そのパターンだと思うよ。仕事やってないっす。だから。アキラさんは、時々、キクさんの部屋に出入りはしていたらしいが、たまたまなんだろうか。もしかして、あれのかなって、アキラに、アカネちゃんは、なんかこう、脅されてんのがね、だから、なんだっけ、じゃああれやっぱタバコか。タバコか。タバコ。畳の焦げは。そのパターンかな？わしの弟だ。まあそうだな。わしの右腕としてよく働いてくれているよ。わしと二郎さえいれば、怪しろ商事は安泰だ。ひどい借金で、ずいぶん金に困っているようだ。ああ、来たね。俺金に困ってきました、ね。もともとここの遺産を当てにしとった上に、会長やわしにまで借金をしとる。バカなやつだ。あずさは借金をしてるってことね。20年前に行方不明になったままだ。後継者の印がどんなものかは知らん。わしら分家筋の人間には。他に菊さんに関して何か気づいたことはありませんか？何もない。前蔵は妙に勘ぐっているようだが、会長は病死だと医者も断定している。だというのに、仕事とはいえ君もこんな村までご苦労なことだな。君もだろうが、わしも忙しいのだ。会長が亡くなってしまった分、会社を切り盛りせねばならん。怪しろ商事はわしに、いや、会社のことはわしと二郎に任せておけばいいんだ。もしかしてあれかな、会社を乗っ取られそうなのかな、もしかしたら。取るもんなんもない。はい。ああ、キクがある。ああ、やっぱこれか。キクさんには、お嬢さんがいたんですね。はい。まさか、ユリ様のお名前が、キク様の遺言書に書かれていたとは。ユリ様は大変美しく、心の優しい方でした。ある事情で、この家を出られたまま、今では、どこにいらっしゃるのかさえわからないのですが。後継者の印って何なんですか？どんなものかは存じませんが、ユリ様が持っておられるのでしょうか？これさ、まさかなんだけど、後継者の印を持ってるのってさ、主人公か、事務所にいた、さっきの、南口さんじゃないもしかして。いや、20年前でしょ。この2人って高校生でしょ。だから多分17歳と多分同じ17歳ぐらいだから、ちょっと時期が合うんだよね。時期が。だからユリの子供がこの主人公か、なんだっけ、多分そうなんじゃないなんかそんな感じがしてきたよ。なんかアキラ様はいらっしゃいませんが。あ、いないか。思います。え？あと何やればいいんだ？操作をやめる？いいのか？ああ、セーブできんのか。あ、セーブね。あ、セーブができんのか。なんだ、見るもんも
なんもないもんね。え、あと何あればいいの。前にお花。え、いる？どこ？え？メモと鉛筆などが用意。あ、これ？これか？重厚感があるぞ。あっちも。あと、これ灰皿でしょ？ねえな。何でございましょう。なんだね。なんだね。急なことで驚いたよ。まだ会長として頑張ってほしかったのだが。なんだ。いや、親に迷惑ばかりかけおる。わしと二郎さえいれ、ここの遺産を当てにしとった上、20年前に後継者の印がどんなも、綾代少女。はい、ああ、これ、ああ、これ全部聞けばいいのか。聞いてなかったんですよ。前にお話したことぐらいで。これを一人聞けばいいのか。私にはちょっと分かりかねますが。違うか。前蔵さん。ああ、変わった。何か言いたげだけど。どうしたんだ、うん、答えづらい理由でもあるんだろうか。困っている様子だ、うん、困ってる様子。何か僕にだけ伝えたいことがあるんだろうか。やっぱほら盗んでるんじゃないもの。ああ移動する。ああできた。前蔵さん、菊さんの寝室で確認したいことがあるんです。では、わしはもういいのか。あ、すみません、確認した後でお聞きしたいことがあるので、お待ちいただけますか。なんだと？まったく、探偵とは自分勝手なものだな。前蔵さん、もしかして僕に伝えたいことがあるのでは。さすがでございますね。お見通しでしたか。多分アキラのことでしょ。先ほどは幹事様の手前申し上げにくかったのですが、アキラ様はどうも何度か警察のお世話になられたことがあるようなのです。とんでもねえやつだね。警察に。警察だ。お伝えしたいのはそれだけです。わかりました。幹事さんを待たせていますから早く戻りましょう。人を待たせるとは何事だ。またタバコを吸ってしもうたわい。あれ？あれ？タバコを吸ってもらっ、吸ったってことはこいつじゃない？ほら、寝室で焦げがあったのこいつじゃない？これ。これアキラの。だから、アキラは遺言公開のことなぞ。ああ、そうそう。言い忘れておったが、遺言書の作成には弁護士の神田も関わっておった。
神田、神田、神田弁護士というのはどういう人なのですか？綾代商事の顧問弁護士だ。会長から信頼されておった。わしらもよく相談に乗ってもらっている。もういいかね。わしは忙しいので失礼するぞ。はい、ご協力ありがとうございました。あれかな、はい、ああ増えてる、あ、違う違う違う、あずさ様は神田弁護士というのはどういう人なんですか？綾代家、そして綾代商事の顧問弁護士です。菊様も信頼しておられました。幹事様がおっしゃった通り、遺言公開の場には神田様もいらっしゃいました。そういえばまだ神田様とは会っておられませんね。じゃあ次は神田さんのとこ行けばいいのかな。神田様は綾代だからこそ、これといって、ゆりさんや後継者の印についてもっと詳しく知りたいんですが。まあ他にご存知な方といえば次郎様かあずさ様ぐらいでしょう。じゃあ次郎とあずさんのとこに聞きに行くと。あずさ様間もなく戻られるはずです。それとゆり様のことでしたら村人の中にも知っている者がいると思いますが。どうする？善蔵さん、 ありがとうございました。僕は村に聞き込みに行ってみます。でしたら駅に足を運ばれてはいかがでしょう。駅を利用する村人がいるはずです。一人いました。一人増え、これか。今一人いました。おばあちゃん。すみません。こういう杖をついてるおばあちゃんも珍しいね、最近。あ、なんじゃ。少しお話を聞かせていただけませんか。ああ、もしやあんたが噂の探偵さんかい。いいよ。なんぞ聞きたいことがあるんじゃろ。綾代家について教えていただけませんか。あの家は呪われとるだよ。たくさんの人の恨みつらみで大きくなった家じゃからな。よくありますね。よくあの推理小説できますよね。あのなんだっけ、いろんな人の恨みを買ってあの大きくなった家。菊さんが殺されたって話もただの噂とは言い切れねえだ。恨みつらみで大きくなったか。他の村人もいい噂は聞かないと言っていたな。この村には綾代家にまつわる伝説があるそうですね。菊さんはの満月の晩に墓から出てきなさるだ。きっとまた死人が出るに違えねえだよ。ちょっとはシャッカーに用意しないと。あんた早く帰った方がええぞ。あちこちつつき回っとるとキクさんが。あ、恐ろしい。満月の夜、君の悪い話だな。誰じゃそりゃ。ひょっとしてたまに見かける柄の悪そうな男かの。誰だい。そんなやつは知らねえで。この村でも評判の美しい人じゃった。
呪われた綾代の家に咲いた一輪の花のような人じゃったの。美しい女性ってのがキーワードなんだ。綾代家には後継者の印と呼ばれるものがあるそうですが、何かご存知ですか？綾代家の後継者の印だと？そんなもの知らねえが、そりゃきっと何かとてつもなく恐ろしいもんにちげえねえ。すべては満月の夜にわかるだ。狼男かな。ね、満月の夜と言ったら狼男です。これで終わりですね。あ、駅員さんが。は、何のご用ですか？場所はもう教えて。変わんない。変わんない。死んだ人が蘇るだなんて、考えただけでもゾッとしますね。聞かない名前ですね。聞かない名前ですね。情報ねえのか。綾代ゆりという人を知りませんか？綺麗な人だったという噂ぐらいは聞いたことありますが。ん？どうしたんですか？あ、いや、なんでもないです。ここに立っているといろいろな噂が聞こえてくるんですよ。ん？気になるな。綺麗な人だったという、なんか噂が気になるね。さあ、聞いたことないですね。今お話しした他に思い当たりませんね。場所はもう、死んだ人。綺麗な人だ。さあ、今おばあちゃん。駅の向こうに見える山は明神山というらしい。村全体を見下ろしている。真面目そうな駅。もう一回おばあちゃんになんか聞くの。なん、綾代家は呪われとる。キクさんはの、アキラなんで、誰だ。あ、これか。綾代ゆりさんのことなら熊田先生がよく知ってるようだね。熊田先生の、いいんだね。熊田先生の。熊田先生が、あ、出ましたね。こんにちは。お、何の用じゃ。お、おいおい、この先生なんか急に赤くなったよ。先生。先生、どうしたんです？頬なんか染めちゃって。な、なんでもないんじゃ。これ絶対何か知ってるよ。先生、もしかしてゆりさんのことを。まさかね、健康診断と言って医者の立場を利用してゆりさんにとんでもないことをしてたんじゃない。この親父はね、この親父はまさか。
何を言うとるか。ユリさんのことなら原神に聞いてくれ。今度は原神、さっさと行かんか。今度原神かなんだなんだあのハートマーク、なんだあのハートマーク、本当になんだあのハートマーク、本当にねえ、お前のハートマークなんていらねえんだよ本当に。なんだなんだこのハートマーク、本当に年が今なく照れちゃって。はよ行けというのに。次はあれか、あのお寺か。お邪魔しました。ほらさっさと行け。あんたか、どうされた。こんにちは、お聞きしたいことがあって来ました。あやしろゆりさんについて何かご存知でしょうか。うん、その名に行き着いたか。よかろう、話して死んぜよ。ゆりは菊さんの一人娘じゃ。ええ、今は行方不明と聞いていますが。うん、ユリはな、20年前この村へ仕事でやってきた青年と知り合ったんじゃ。駆け落ちかな昔のドラマあるあるですね。駆け落ちですね、駆け落ち二人はやがて愛し合うようになったんじゃ。じゃが菊さんの旦那が二人の仲を猛反対したんじゃ、うん、よくある話です ね。身分が違うとな。しかしユリの決心は固く、ついに駆け落ちしてしもうたんじゃよ。つか身分が違うってさ、あのいくら昭和だっつってさ、昭和だっつっても身分はおかしいと思うんだけど、個人的にいくら昭和でもね、身分っていうのは。そうだったんですか。死のう交渉なんて僕はなくなってるよ。それでもユリは一人娘じゃからの、キクさんは後継者の証を持たせたようじゃが。あれかな、陰謀かな、ね、陰謀かな、ね、この紋所が目に入らぬか。二人が今どこでどうしているのかはわからん。幸せに暮らしておるといいんじゃがな。なるほどね。あと聞いていいかな。村の人たちは綾代家に良くない印象を持っているようですね。うん、確かにな。菊さんの旦那はかなりアコギな商売をしとったようじゃが、それももう遠い昔の話じゃよ。あれじゃね、村の娘をうへーってやって、なんかこうあのねえ、あのあのなんだっけ、あのねえ、こうあのちょっとまあ吉原とかにねえ、あの流してたんじゃない、もしかしたら、ね、アコギなし。本当にもう一度聞きたいのか。あ、いいよ。あ、いえ、アキラという人をご存知ですか。キクさんはそのアキラという男を孫のように思っとったようじゃの。ところがアキラの方はキクさんを小遣いをくれるばあさんぐらいにしか思っておらんかったらしい。悲しい話だ。それを知っていても孫のいないキクさんにとってアキラは可愛かったんじゃろう。ああ、綾代商事の顧問弁護士じゃな。菊さんも信頼しておったようじゃ。20年前、綾代家に代々伝わる大切なものらしいの。しかしそれがどんな代物なのかまでわしは知らんのじゃ。わしから話せるなこのぐらいじゃ。ありがとうございました。あ、終わりかな。
終わりか。あ、ちょ、この記事もか。菊さんとは昔から随分親しくさせてもらっとったんじゃ。よく話をしたものじゃったが、気の毒にの。わしから話せるな、このぐらい。そう、移動か。ここにどっち移動するんだ。医者に、あれか、話聞いたからなんか済むのかな。なんじゃ。あ、違う。あ、これでゆりさん。ゆりさんのことなら。あ、ダメか。綾代家の後継者の印のことか。あ、知ってんのかな。話には聞いたことがあるがな、どんなもんかは知らんな。じゃああれか、体にあるもんじゃないのかね。今まで話したことくらいしか知らんな。わあ、そういえば。あ、話が済んだ。そういえば、あずさが今日も来とったぞ。薬だけ持ってさっき帰ったとこじゃ。あ、じゃああれか、あずさに会いに行くのか。次はあずさに。あず今頃は屋敷におるじゃろ。じゃあ屋敷に戻ればいいんだ。あずささんはここに来ていたのか。善蔵さんももうすぐ戻ると言っていたな。あ、黄色くなってますね。お帰りなさいませ。あずさ様がたった今お帰りになりました。今にいらっしゃいます。ありがとうございます。今これだね。あら、探偵さん、私に何か。お聞きしたいことがあるんです。お時間をいただけますか。仕方ないわね、少しだけよ。菊おば様の発言権は綾代商事でも絶対的だったよね。もう幹事兄さんから聞いたんでしょ。喉が痛いんだから余計なことを喋らせないでよ。アキラさんについて何かご存知ですか。ああ、兄さんのドラ息子ね。遺言公開の日もこっちで会ったけど。そういえばその時アキラは誰かとこそこそ会っていたよね。ん？誰かと会ってた？あ、やっぱあれなんじゃね？これで会ってんじゃね？一体誰と？それはご自分でお調べになれば、探偵さん。ああ、次郎についてなら探偵さんの興味を引きそうなことがあるわ。おば様が亡くなって一番困ったことになったのは次郎じゃないかしら。あ、次郎なんだ。あの、なんだっけ、あずさは借金があるって言ったじゃん。次郎はなんで困ったの。それはどういう意味ですか。社長の幹事兄さんと専務の次郎はね、会社の中で激しく対立してたのよ。よくありますね。今まではおば様がいたから幹事兄さんも綾代商事を思い通りにできなかったけど、今はもう兄さんの望むままね。幹事兄さんがいる限り専務の次郎は会社の中で小さくなってなきゃならなくなったのよ。幹事さんと次郎さんにはそんな確執が。ねえ、ドロドロですね。ねえ、あずさは借金、ねえ、次郎は兄さんのせいで肩身が狭い。ドロドロですね。この家の顧問弁護士でしょ。頭は切れるらしいわね。会社の相談役にもなってるようだけど。こっちが聞きたいくらいよ。いや、ほら、大体あれだね、こういう金持ちはね、問題ばっかあるんだよ。大体あなた探偵でしょ。こんなとこでグズグズしてないで、ゆりさんでも探してらっしゃいよ。ゆりさんが見つからなければ遺産の分配ができない。それでイライラしてるんだろうか。
知らないわよそんなもの。私には関係ないわ。幹事兄さんにとっておば様の個人財産なんてどうでもいいんじゃないかしら。それよりも綾代商事を自由にできることの方がよほど魅力的なことに違いないわ。ああ、要は長男の社長はあの財産には興味ない、要は会社が自由にできるのがあのゆりさんが現れないことを心の中で願っているんじゃない。ああ、そっか、ゆりが現れると会社を自由にできないからね。何を話せっていうの？それともやっぱり私たちを疑ってるの？あなた本当に探偵？はい。これも聞けばいいのかな？前に言おう。あ、変わんねえ。遺言通り。ああ、そうでした。あ、茜に確認をしたのですが、あの日、明様は何やら大きな荷物を持って屋敷の裏にある土蔵のあたりでうろついていらっしゃったそうなのです。何をなさっておられたのやら。うん、盗みにはやってたわけじゃねえのかな。土蔵？大きな荷物？あ、増えてる。土蔵は屋敷の裏にございます。高価な骨董品がたくさん保管してありますので。あ、やっぱ盗みじゃない。やっぱり入り口には鍵がかかっております。やっぱ盗みでしょ。前にお忙しい方ですから。あとは買うんだ。どのようなものか存じませんが、神楽寺の源信さんに聞きました。ゆりさんは恋人と駆け落ちしてしまったんですね。はい、旦那様がお二人の仲を決して許そうとせず、結果家を飛び出してしまわれました。窃盗とかじゃないかな。それでもゆり様は菊様の一人娘です。当家の後継者となられるのはやはりゆり様だと考えられるのではないかと。神田弁護士について詳しく教えていただけませんか。立派な方です。菊様が亡くなられた時、私の話を親身になって聞いてくださいました。では一度探偵に調査を頼んでみてはどうかということで、有名な宇津木探偵事務所の優秀な探偵のあなた様を教えてくださったのですよ。この主人公高校生ぐらいだと思うんだけどね。高校生ぐらいあれかな、あの工藤新一と一緒かな。え、そうだったんですか。お会いしたいということでしたら、まずはお電話されてはいかがでしょう。神田様の事務所の電話番号は米16の短縮ダイヤルです。何もない。
もう一回聞けばいいのかな。神田様の事務所。変わんない。遺言通り、ゆり様がこの家どのようなものかは存じません。お忙しい方、高価な骨董前にお話。そういえば村人からゆり様の話は聞けましたか。ええ、いろいろと他にも様々な噂が飛び交っているようですね。気味の悪いことも噂しておりましたでしょう。ああ、満月の晩に菊さんが蘇るという気味の悪い話ですね。村人たちがいい加減なことを言って勝手に騒いでるだけでございます。そういえば今夜あたりがちょうど満月ですね。満月か。そろそろ戻らないと事務所に着くのが夜中になってしまう。あゆみちゃんを心配させるといけないし、帰ろう。だからあゆみちゃんはなんでそんな深夜まで事務所にいるんだい。ありがとうございました。今日はこれでおいとまします。さようでございますか。それでは道中お気をつけて。まあ絶対あるだろうね。絶対あるだろうね。絶対に殺人事件が起きるだろうね。デデドンって感じよ。デデドンって感じ。おかえりなさい。ずいぶん遅かったわね。私もたった今帰ったところなの。え、あゆみちゃんこんな時間まで何やってたの？ねえ、あゆみちゃん一体こんな夜遅くまで何やってたの？あゆみちゃん一体こんな遅くまで調査をしていたのかい？お互い様でしょ。それで綾代商事のことだけどね、絶対的な発言権を持っていた菊が亡くなったことで綾代商事は大変みたいよ。それというのも実は社長と専務の対立にとうとう火がついちゃったらしいの。あ、これさっき喋ったやつ。なんだって。今のところは社長の幹事が立場的にかなり有利なようだけど、専務の次郎だって黙ってないから、二人の対立はこれからますます激しくなっていくんじゃないかしら。幹事にとって新しい目の上のたんこぶってわけね。なるほど、ありがとう。すごく参考になったよ。そう？なら頑張った甲斐があったわ。それじゃあ今日分かったことを整理して推理してみよう。まず幹事だが、菊が死んだことで事実上綾代商事の実権を握ったことになる。一方の次郎は会社での立場が悪くなってしまった。金に困っていたあずさには菊の遺産が転がり込むことになった。そしてあの遺言書に書かれていたユリという行方不明の人物には、会長菊の全ての権利がそっくりそのまま譲られるわけだ。それともう一つ、アキラは土蔵のそばで一体何を。だんだん綾代家や綾代商事内部の事情が明らかになってきたわね。でも調査を依頼された菊の死の真相には近づけていないな。焦っちゃダメよ。私も協力するわ。じっくり進めていきましょう。というかさ、今すごいこと気がついたんだけど、これ後ろにあるのってさ、あれ VHS じゃない？ビデオテープじゃない？後ろに置いてあるのあれ。ビデオテープ、カセットテープとビデオテープじゃない？あれ、あのよくほら見るとさ、上の棚にさ、私が持ってたさ、あのカセットラジカセあるよ。あれ赤いカセットラジカセ。
私が、なんだっけ、ナウイ・ヤングの時代に使ってたあのカセットラジカセあるんだけど、あれ、カセットテープを入れて聞くラジカセだよ、あれ。すごい、さすが。絶対これ、今の世代の方が見たって絶対わかんねえよ、これ。ありがとう。とはいえ、今夜はもう遅いから、調査の続きはまた明日にしましょう。私も怪しろ障子に関して他に情報がないか探ってみるわね。そうだ、明日は天地さんに会ってみようかな。天地さんの部屋を出てから連絡もしてないし、心配させているかもしれない。第三章、第一の殺人。第一ってことは第二第三もあるってことだ。おはよう。今日もすぐに明神村に向かうの？怪代家に行こうか、その前に天地さんに会っておこうか迷ってるんだ。あれっきり天地さんに連絡もしていないし。そう、分かったわ。私も昨日言った通り、怪代障子に関して他に情報がないか探ってみるわね。ああ、気をつけて。あなたもね。じゃあ今日はこの辺にしときましょうか。もうあのお昼に、あの夜のお昼になっちゃうんでね。じゃあ今日はこの辺でやめときましょうか。この辺で。じゃあ次回は、ついに第3章の第1の殺人から次回は進めていきたいと思います。気になるところで終わりましたね。じゃあ次回、日曜日かな、日曜日に、じゃあ、この第3章やっていきますんでね、よかったらぜひ日曜日に、またご来場ください。で、あとあれだね、よかったら初見さんの方はね、よかったらぜひチャンネル登録お願いいたします。日曜日だったらね、コメント自由にできますんでね、よかったらよろしくお願いいたします。では、今回はねこれで終わりたいと思います。よかったら、また来週、あ、月曜日か、あ、じゃあ日曜日か、あさってやりますんでね。で、明日は、なんだっけ、ガンダムの、チャンネルの方でね、同時視聴会やりますんで、明日も生放送ありますよ。明日同時視聴会ね。明日同時視聴会で、日曜日の生放送が、ゲーム実況になりますんでね。よかったらご来場ください。はい、ではお疲れ様でした。長々とね、お付き合いありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。